ATND1061 ビームフォーミングアレイマイクロフォン。この動画では吊り天井または在来天井に製品を埋め込む手順を説明します。必要な工具は長めのプラスドライバー、カッターナイフとメジャーです。天井面に設置するマイクと各話者との距離がほぼ等しくなる位置を探します。設置場所は話者から垂直方向に6メートル以内になるようにしてください。グリッド天井に設置する場合、タイルグリッドの開口部は56cm×38cm 以上と、天井裏には高さ 10cm 以上の空間が必要です。銅混の施工用型紙を使い、天井タイルまたは在来天井にフラッシュマウントアダプター用の角穴を開けます。在来天井に埋め込む場合は銅混のタイルブリッジは使用しません。天井材がマイクとフラッシュマウントアダプターの重量を支えられることを確認してください。グリッド天井のタイルにマイクを埋め込む場合はタイルブリッジを組み立てて取り付けます。タイルブリッジは A、B、C の3つの部品に分かれていて、10ミリの M4 ネジで組み立てます。マイクを天井タイルの中央に設置する場合、タイルブリッジ A の丸いネジ穴を使って組み立てます。天井タイルの中央以外に設置する場合は横長の穴を使用してマイクの中心位置を合わせます。10ミリの M4 ネジを使用してタイルブリッジ A をタイルブリッジ B に取り付けて正方形を作ります。タイルブリッジ C の高さを決めるため、タイルグリッドの高さを計測します。グリッドの厚みは通常25ミリから38ミリです。計測した値を天井タイルの厚みから差し引きます。この値がマウントの底辺からタイルブリッジ C までの距離になります。ここではタイルグリッドの高さが35ミリ、天井タイルの厚みが13ミリなので、タイルブリッジ C は天井タイルから22ミリの位置に調節します。タイルブリッジ C がタイルグリッドの骨組みの上に収まり、隙間なく重なることでタイルブリッジ全体の重さを支えることができます。サーフェスマウントアダプターをフラッシュマウントアダプターに取り付けます。4つの穴の位置を合わせ、 M4 ネジを差し込んでフラッシュマウントアダプターの裏側にナットを取り付けます。吊り天井の設置はタイルブリッジを天井タイルの上に置き、穴の中央に合わせます。タイルブリッジ C の取り付けウィングが天井グリッドに支えられていることを確認してください。マイクの配線に必要なノックアウト穴の個数を決めます。配線保護ブッシュはケーブルを傷や摩耗から守ります。使用しない穴がある場合は銅混のホールカバーで塞いでください。マウント及び金属製品は UL2043 規格に準拠しています。天井タイルまたは在来天井の下からフラッシュマウントアダプターを取り付け穴に挿入します。取り付けタブのネジ4本を慎重に回し、タイルブリッジがアダプターの四方を支えるよう調節します。ネジを締める際は天井タイルを破損しないようご注意ください。付属の落下防止ワイヤーは片側をマイク背面の端に取り付けて、反対側を天井の構造フレームに取り付けてください。ケーブルの端末処理とテストを行うためマイクを接続します。位置を合わせてマイクをマウントにはめ込みます。
同梱の結束バンドはマイクをマウントに固定する際に使用します。安全ベルトの端をアダプターに取り付け、もう片方をカバーに差し込みます。アダプターの切り欠きに金属タブを合わせ、カバーを取り付けます。これでマイクの電源投入と設定の準備は完了です。 ATND1061 について詳細や設置ガイド、ソフトウェアのダウンロードについては当社ホームページをご確認ください。